はい、今回は久しぶりに、プロテインのプレイ味を、飲んでみたいと思います。こちらエクスプロージョンさんの、プロテインの、プレーン味ですね。3キロで、4,600円、ネットで、購入しました。かなり、安いですよね。ちょっとこれを、飲んでみたいと思います。でですね、飲んでみる前に、まずは以前にも紹介したこちら杏仁豆腐味とちょっと裏面を見て比較をしてみたいと思います。で、一番差があるのが、こうして今裏面を見ていると、甘味料がこちらのプレーン味にはないというところが一番の大きな特徴かと思います。あとは酸味料もこちらプレーン味には入っていないようです。で、あとはですね、この 30g あたりの栄養成分表示も見てみたいと思います。こちらの杏仁豆腐味が、タンパク質が、1食 30g あたり 21.9g です。そして、こちらの、プレーン味が、タンパク質が 22.6g ということで、少しこちらの方がタンパク質が多く入っています。そして炭水化物の量が、こちら 3.0g で、こちらのプレーン味が 2.3g と、まあ、ほんと少しの差なんですが、少し炭水化物の量が少なくなっていますね。で、早速今からですね、このプロテイン、プレーン味をですね、飲んでみたいと思います。はい、またこちらのかなりですね、使い古したシェーカーを使ってみたいと思います。まあ、通常はまあスプーン2杯 30g ということなんですが、今回も 15g ですね、飲んでみたいと思います。水で普通に混ぜて飲んでみたいと思います。さあ、それでは水に混ぜてみましたので、今から飲んでみたいと思います。はい、ということで、飲んでみたんですが、まあ、飲んでみた印象はあっさりしてるかなっていうところですね。まあ、10年前が自分が27歳だったんで、まあ、当時は別のメーカーさんのプレーン味を飲んでみたんですが、その時にはこれをちょっとずっと飲んでいくのは少しきついかなっていう印象があったんですが、まあ、今回自分はもうちょっと30代後半ということで、おそらく30代に入って味覚が変わったっていうのも影響してるかもしれません。飲んでみてあっさりしていますから、例えばよくいろんな方ともね、このプロテインのお話するんですが、ちょっと甘いのが苦手かなっていう人にはこれ結構おすすめです。本当にあっさりしてる感じで飲めました。で、ちょっとこういった味付きじゃないと苦手かなっていう方は、例えば牛乳に混ぜて飲んでみたりですとか、またちょっとジュースに混ぜてみたりっていうのも一つの方法かなと思います。まあ、プレーン味ですね、結構これ本当安いですし、まあ、飲んでみてですね、あ、これ全然、まあ、その10年前のちょっと僕もちょっと少しきつい印象があったので、ちょっと正直緊張しながら飲んでみたんですけど、全然問題なく飲めました。プレーン味ですね、皆さんちょっと甘いのがちょっともう飽きてきたなっていう方は結構おすすめですから、まあ皆さんいろんな味のプロテインを試してみていただければなと思います。はい、じゃあ今回はこれで終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。